二の出もしなくて一発で起きれるようになりました。今日は6時起きだったんですけど、早起きじゃないですか、別に普通ですかね。6時にもうすぐ起きたんだから、一回でアラーム一回でピュンって。ちょっとそれね、私今日電車に乗りながら何回も考えてしまったもん。なんで今日あんな早くすぐ起きれたん、すんなり起きれたんやろうって。私も成長したなとか一人で思ってたと。今日はですね、ちょっと寒かったからジェラピケタイム。これ見て可愛いやろ。あー、ナーラムさん、ありがとう。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ジェラートのピケだよ。可愛い。アリンさんもやったー。ありがとうアリンさん。せーのーさん、はい。めっちゃか、あ、めっちゃはなかったわ。可愛い。ありがとうアリンさん。あ、ナーラウさん、虹もありがとうございます。虹が。空にかかって君の君、ショートヘアも可愛いって嬉しか。うわ、ナーラムさんありがとうございます。なんそれ、なんそれ、クマやん。天使のクマちゃんだ、ありがとうございます。あ、そういうこと、今日私がクマやけんってこと。これはですね、クマじゃなくて黒猫ちゃんです。黒猫みずきでございます。ピカピカもありがとう。糸井さんありがとうございます。飲んでるわけないじゃないですか。私はお酒が一滴も飲めません、残念ながら。飲まずにシラフってやつですか、シラフっていう状態でこのテンションでお送りしておりますすいません、テンション高くて。私のことは今日はおみちゃんじゃなくてみーちゃんと呼んでください。あ、かわいい、ありがとうアリさん。かわいい。飲めない人、あ、本当？意外と多いのかな、飲めない方意外と多いの。髪短いか長いかわかんないでしょ、そういうトリックなんですっていうのは嘘で、これを取るとなんとじゃーん、ショートお水着。ちょっとね、あのヘアオイルをつけすぎて髪がペッタペタになっちゃったんですよ、ヘアオイルをつけすぎて。なんでフードをかぶってごまかそうかしらっていう作戦だったんですけど、見てこの髪のペッタペタ感、塗りすぎやろヘアオイル。誰こんなヘアオイルいっぱいつけた人、誰なのさ。かわいい、初めて飲む人です。え、初めて飲む人だから、そんな言い方なんなのよそれは。ラブさんありがとう、ラブレター。タミさんもありがとう、かわいいかわいいかわいい。やめて、押したじゃない、おのしたでもないんだから、上向いて。え、髪伸びたかもしれない、だってもう伸びるの早いんだもん、私困っちゃうんだけど。そんなベタベタじゃない、きっといつに、何それ、何のフォローなんそれこんばんは。今日はまあ疲れたっちゃ疲れたんですけど、一日朝早くて疲れたっちゃけど、なんかあ、アドレナリン、思春期のアドレナリンっていう感じで、今テンションは高いような、低いような、高い。ほら、こう見たら賢そうに見えた、私メガネつけると一気に賢そうに見えちゃう。はあ、5センチも伸びんよ、そんな伸びとらんけど、でも全然伸びてる気がする。誰や私のことをタヌキって言ってる人
猫だから、これ黒猫ちゃんだから、黒猫ちゃん何だっけ、どんなんか黒猫の歌あるよね、なんかさ黒猫の歌あるんだもんね、忘れたけど、黒猫の歌知らない、黒猫の単語、あ黒猫の単語かもしれん、単語三兄弟、違うな、黒猫の単語ってどんな歌ですか、歌詞書いてみて、歌えるかもしれん、それかもしれん、え黒猫の宅急便、違う、黒猫の単語っていう曲がちょっとニヤっぽい、えニヤ、団子三兄弟か、こんばんはトッペさん、ひたさんもこんばんは、黒猫の単語、単語単語、あれそれ団子三兄弟か、黒猫の単語、単語単語、僕の恋人は黒い猫、あれ違う、なんかそんな感じない、黒猫の単語、単語でしょ違う、僕の可愛い黒猫、赤いリボンがよく似合うよえ違う、えこんなんじゃない、違う、なんかこんな感じだった気がする、爪を出してみたいな、僕のトトトロトトトトロみたいなやつあやっぱそうだ、黒猫の単語、単語単語三兄弟になっちゃうな、 BMTI 診断、あ BMTI 診断はESFP です、エンターテイナーでした、でもねエンターテイナーめちゃくちゃ、あのエンターテイナー知ってますか皆さん、あのそういう MBTI でしょ、 MBTI っていうのがあってん、 MBTI かな、 MPTI かなっていうのがあって、あのなんか性格診断みたいなやつあるんですけど、私は ESFP のエンターテイナーだったんですけど、エンターテイナーね、 TikTok で回ってくるのめっちゃいいことばっかり書いてあった、エンターテイナーさんは MBTI 30個ぐらいあるののうち一番モテますって書いてあった嬉しい、エンターテイナーさんはエンターテイナーさんと付き合うと毎日が楽しいって書いてあって、シャーシャー喜んでたよ、え16タイプだって、16しかないのたった16中の1位かい、何を書いてたって、えそうでしょ、私もなんか最初分からずにエンターテイナーって出た瞬間になんかなんとなく当たっとる気がした、 BMI は100とかじゃないっけ、10か10だっけ、16.8 とかだと思う、162センチで40前半だから100じゃない10だよね確か、10?20?16 とか17とか、うん、痩せ型ですね多分、痩せ型じゃなくて低体重やけん、うん、あのあれです、健康診断ではちょっと引っかかっちゃうんですけど、けど健康そんな痩せてないけどね別に、けどやっぱなんか標準が太ってるんですよ、標準太ってるっていうか結構太めなんです、標準が大きめやと思う、そう私の標準だと162センチで57キロとかなんで、57キロなんて、うん、ちょっと未知の世界、わかんない、骨格とかがあると思います、私は骨格的に、ほらなんか骨格的に多分57キロになったら標準とかじゃなくて普通にもう豚になっちゃう、私の場合ね、パッと見豚さんになってしまう、だって50キロ超えただけでもこんな顔、まあ、超えたことはないんだけど
49キロにはなったことあって、もうこんな顔パンパンで目もちっちゃくて、もうぶちゃいくだった。踏みって100は100じゃないよね、10とかよね確か。痩せちゃったよ、今着きましたって話し方かわいい。そんなクマじゃないってば、これだから単語だってば。黒猫の単語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 三兄弟って言ってるじゃんさっきから。女の子50ぐらい可愛いよ。いやそれはね、マジで骨格によるんですよ。私みたいに顔にばっかり太っお肉がつくタイプの55キロといい体になる55キロじゃ全然違うじゃん。私はもう痩せてないと顔がシュッとならないんだよね。何を箱買いしたんですか。思い込みかな。そうお顔についちゃうタイプだから、綺麗ってもう嬉しいよ、嬉しい。顔は丸いですけど何か丸いですけど。今日は体重何キロかな。やばい眠くなってきた突然。あ、箱そのものを買いに行ったんですね。箱100均とか100均に箱かわいいのいっぱいあるよね。皆さんゴールデンウィークが近づいてきました。ゴールデンなウィークが近づいてきました。尾上は帰ります、九州に。九州に帰ります。もう来週には帰ります。こんばんは。10連休だっていいな。私はね14連休こんばんは。たかりんさん、あ、たかりんさんこの間は対戦ありがとうございます。あれそうだよね、ありがとうございました。長崎勝ったんだよ皆さん。長崎ビファーレン長崎は調子が良くてですね、長崎は今11戦負けなしとかだった気がする。今度やるときに相手帰郷する伝える、なわけないやろ。もう早く帰りますよ私は。わざとられた長崎ね、調子いいんです。おめでとうございます。猫みたいで可愛い、ありがとう。今日は猫ちゃんです。猫、黒猫の単語、黒猫の単語ちゃんだから誰かさ、あの首輪ちょうだいリボンないと単語ちゃんにはなれない。ダミオさんありがとう、ピカピカ、こんばんは。皆さんぜひフォローしてってください。1000人までもうちょっとなんです。フォローしてってください。あ、それ鍋焼きのね、お菓子ね、ちょっと食べたいんだけど、もうそろそろ。あ、それね、あのお母さんにどうせ持って帰ってくるの忘れるっちゃけんか、着払いで送ってって言われた着払いで送るか迷うな、持って帰るか。一回さ福岡寄ったりするけんさ、遊びに行ったりするからさ、直接今回長崎に帰らないからさ、ちょっとさどうしよっかなーって、送ろっかなーって。三国の頭投げる、あの痛いやつやろ、あのお経読まれて頭締め付けられるやつ。そうなんよ、お母さんが言ってるのよ。迷っちゃいますね、どうしようかね。やば
なってきた。なんやろ、こう突然眠くなってくる。なんでですか？なんでだろう。さっきまで眠くなかった。帰ってくるときめっちゃ眠くて、早起きしたけんか。長崎ごときって言ったな、言ったな。長崎は今年強いんですから、もう皆さん覚悟しといてください。そうね、まとめて送っちゃう。少し寝る、寝ちゃうかも。ナルムさんありがとう。ポップコーン。ブリントさんもピカピカありがとうございます。この眠たさはどうすればいいんだろう。急に眠たくなっちゃった。歌でも歌っちゃう、眠くなっちゃうから。黒猫のタンゴって歌歌ってみる。どうもよろしく。リュウさんね、最近ちょっとかわいそうだから、リュウさんの話はしちゃダメ。リュウさん最近病んでるの、お仕事がうまくいかなくて。かわいそう、かわいそう。早く帰ってリュウさんに元気出さ、元気づけんといけん。頑張れおリュウ。電話でいっぱい頑張れって言ってるけど、誰が僕を救ってくれるの。いやいやいや、こっちのセリフだし。めっちゃ眠い今。いろいろなんか分からんけど、お仕事であんまうまくいかんみたいよ。そういう日もありますよね。そういう日もあるって、頑張れって言って応援してるところ。眠眠、なんか突然眠気が来ちゃった。お兄ちゃんあるある。そう、私が帰ったら相方は喜ぶ。俺は俺が、ま、守ってあげて。メンタル弱いからリュウさん、ファイト。ありがとうございます。メンタル弱いのよね、うちの男どもって。男どもメンタル弱い。私とおかんがメンタル強い。目がトローンってしちゃうよ、もう眠くてさ。エンターテイナーだよ本当に。やばい、どうしようどうしよう。じゃあ一回30秒だけ目つぶってみてもいいかな。うん、よくない、よくないよね。ちょっとでも眠くなってきちゃった。めっちゃさ自由すぎない？めちゃくちゃ自由すぎない？配信中に寝るなんて。寝ない寝ない、そやーだよ。お兄ちゃん何しても、そうね、基本的にね、能天気に来てます。あのさ、小籠包食べたい。胃中の中の力仕事変わったら。胃中って何？うわ痛そう。筋肉痛ってさ、なんか筋肉痛ってさ嫌よね。私もちょっと一昨日かな、筋トレして2日も筋肉痛になっちゃった。嫌だよね。かかと100回、かかと踏まれたら怒る。プンスカプンスカ言って、あの普通にシカトする。30キロ、うわ重いよ30キロは。腕パンパンになっちゃう。宇宙の手前にあるのが宇宙。あ、そうなんだ。そうなの。でっかいでっかい宇宙にある。あ、アリさんありがとう。なんですかこれは。風船クマ、風船クマちゃん、風船クマちゃんをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アリさん、つまり気になってる人、気になってる人。人がないけど宇宙の外側には何があるのか教えて。宇宙の外側には月がある。
それ地球か、宇宙の外側。え、面白いですね。宇宙の外側は、宇宙の外側はなめ癖があります。30キロ軽いかな。30キロは軽くはないんじゃない。だって私の3分の2ぐらいでしょ。重いよ30キロ。あ、本当だ、角生えた。大好きさん、ありがとうございます。角、私とお揃いだ。お揃いですね、角。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。皆さんぜひフォロワー1000人まで、もうちょっとで40人ぐらいで1000人いくので、よかったらフォローよろしくお願いします。ナマステ。ゆきさんもありがとう。ブリントさんもありがとうございます。牛じゃない、ピカピカもありがとう。ああああああ、ナムさんありがとう。虹が空にかかって、庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れてララ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 、見上げてみればラーラー。あら、ちょっと音が変だね。ラーラー、違う違う、おーラーラーラー、あれラーラーラー、虹が空にかかって、君の気分も晴れて。ありがとうございます、アリさん、ありがとう。あ、エンターテイナーって子守歌で、いや私もちょっと一瞬眠くなった、自分の歌で。もうちょっとさ、テンポ上げんといけんかったね。ラララ虹がはいみたいな。そんなテンポでいかんと眠くなるわ、あんなラーラーラーとか言ってたら、ちょっともうブリンバンバンボンみたいなね、テンションで歌わんと。ブリンバンバンボンって知ってますか。ブリンバンバンボンって知ってる。ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンみたいな歌なんだけど、あれ歌える人すごいですよね。めっちゃラップ、なんかなんとかかんとかなんとかかんとかなんとかかんとかっていう、なんだろうな、なんて言ってんだろう、あれはなんて言ってんだっけ、知らないですか。なんかラマミのママ見えるとこまでダランティラランタンタン、ビンバンバンビンバンバンビンバンバボン、ビンバンビンバンバンビンバンバボンみたいな歌なんだけど、ちょっと今度よく聞いときます。歌詞も見たことないから歌え、あ、鏡よ鏡答えちゃって、生身のままでみたいな歌、何やったっけ。猫ミーム知ってるよ。はぁでしょ、はぁはぁ何なのあれ、はぁって、あれが一番好き、はぁってやつか。皆さんこんにちは、初めましての皆さんこんにちは。長崎県出身23歳尾上瑞希です。来月24になります。フォローよろしくお願いします。ちょっと変な動きしちゃったじゃん、眠くて。どうしよう、眠くてさ。あー、こんにちは、初見さん、コメントありがとうございます。今私超眠たくて困ってるところなんですよ。チピチピチャパチャパチピチピチャパチャパでしょ。あ、ありがとう、ピーリスさん、フォローありがとうございます。どうぞ尾上を今後ともよろしくお願いします。今日はですね、この
これはジラピケの2021年か2022年のハロウィンのやつです。ジラピケのハロウィンの時のやつです。なんていうそういうの、ハロウィン2022モデル、そんな感じです。やべきさん持っているもんね。そうよ、いっぱい。でもね、なんか大事に着すぎてそんなたくさん着れてないの。さっき限定モデル、そう限定のいただいたの、ありがとうございます。こんばんはでございますビンバンバビンバンバビンバンバボン、こんばんは皆さん。もう売ってないんじゃないかな、これ。黒猫、これ背中に確かジラートピキって書いてある。かわいいんすよ、背中もかわいいんすよ。美女モデルが着る限定モデル、いいアングル。ああ眠くてさ、もう視界がもうあんまり良くない今日の視界。本当でしょ、ジラピケだったでしょ。この上の顔の上、はい。もこもこしないですけど、いやもこもこはねちょっと可愛いですよね普通に。今日も短パンです。下は短パンなんで見せれません。歯じゃない口紅に赤すぎやろ。短パンね、涼しいですよ、もう短パン履いてる。あー村上さん、ありがとうございます。あれー西くん、ありがくまー、くまったありがくまです。西くんありがとう、わーいくま西くまありがくまです。くまみーも、糸井さんピカピカもありがとうございます。短パンなら安心だ。どういうこと、安心ですか短パンが。逆に衣替えしていき、そう、もう暑いけんね、結構半袖でも良さそう。私は毎日運動をしないと最近気が済まないぐらい本当に運動が好きで、毎日4キロぐらいは走ったり歩いたりしてるんですけど、もう短パン半袖が一番いい。半袖がもう最近はちょうどいい。暑いって言いながらモコモコのジラピケを着てるんですけどね私は。そう頑張ってる。なんか最初はダイエットで走ったり歩いてたりしてたんだけど、なんかねどんどんね、やっぱ運動っていいなっていう、サッカーをやってたサッカー少女のなんか血が騒いできちゃってね。え暑いよね最近ね。もう半袖の人いたよ今日、外国人の方で。なんで外国の方ってさ半袖率が高いんやろ。なんで外国の方ってあんな元気にいつも半袖なんだろう。私の住んでるお家の近くの外国の方はみんな半袖着てた、親子で。みんな親子で半袖だし、その他の外国の方、アメリカンな方が半袖が多いね。
なんでだろう、アメリカン系方だと思う多分。やっぱ元気なのか、それとも日本がもっとアメリカの方が寒いのかな、だけど日本暑ってなって脱いだのかな、なんであんないつも半袖なんだろう。いや、そういう文化か、ニコラ浴びたいう、あ、そう、そういうことか。外国の方、私すごいさ、なんかあのヘルシーな感じがすごい好きで、外国の方のあの半袖で足が長くて、なんかいい感じの肉つき方をし、肉のつき方をしてるんですよ。私は一歩間違えると一歩間違えるというか、私はあのちょっとなんかちょっとガリガリに見えちゃう瞬間もあるんですよ、足の形とか肉のつき方が。ここはね、こっから上はムチムチしてるように見えるけど、なんか手足とかは結構ガリガリに見えちゃうんですよね。わかりますか、なんかガリガリに見えちゃうの私。けど外国の方ってもう本当になんかいい、もういい、なんかもう張りがあるような感じので、半袖でなんか腰が高いの多分、足が長くて、もうすごいなんか私憧れちゃうんですよ、あの外国の方で色が白くて、なんなんだいつも半袖なのにさ、あの色白いの、色が白くて、であとあのね、キャップとポニーテールが似合うのよ。そう、なんでやろ、そうそう、お尻もプリッとしてるしね。そうだけど、ちょっと憧れちゃうよやっぱね。何、骨格の違いとかやっぱね、生まれ持ったものの違いですかね。私なんかさ、ちょっと太ってもさ、なんかあんなならないもん、張りのあるなんか感じにならない、筋トレ不足か。腕細いでしょ私、めっちゃ、こんなに顔丸いのに腕は細いの。だってこれがさ、あれだよ、これがさ、あの二の腕だよ、これが二の腕と思ったら細かろ細いやろ、これだってね、こうやって掴む肉もないんだよ。だけん私のこと今から誰もデブって言わんで言ってない、別に誰も。私のこと散々丸とかさ言ってた人たち、見てください、この腕の細さを。何ですか、ありえないですよ、なんでこんな腕細いのに顔がこんな丸々してるんですか、おかしいですよね、見てこんな細いんだよ、こんな細くても顔はまん丸いマジでおかしすぎる、おかしいぞ、おかしい。とか腕長、キモいぐらい腕長く見える、え、めっちゃ腕長くない、ん、腕長くない、細長くない、え、キモー、なんかキモくない、なんかキモくないこれなんか腕長く、長、細長すぎてなんかあれみたいやね、ルフィみたい、怪物くんみたい、かわいい、かわいい、かっこいい、長くない、細長い怪物くんです、細長かったやろ今の私の腕何の話さ、もうまた変な話した。足はね、足はちょっと今日は NG です、ちょっと乾燥してるからちょっと乾燥してるからね、最近ちゃんと保湿し始めたんだけど、乾燥してるから見せられない、ダイジェストに載せてくださいぜひ。タイトルは怪物くんなおみちゃんでしょ、変でしょ、全力に、そう、怖いやろ、手長猿みたいで大好き、こんにちは、この上です、明日は足見せてね、明後日はお尻で、いや、ダメ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 、明日はじゃあ
ほら整形してないけん鼻曲がるよ。してたらびっくりだよねこの鼻で。いくらかけてそんなこんな低い鼻になるんですか。低いじゃん。グッドイブニング。足も細い方だと思いますよきっと。顔だからみんな顔で判断しないでよ私のこと。そりゃこの顔面だけ見るとさプニプニに見えるかもしれないけど、鼻柔らかいんですよ。だけめっちゃこう触られる。リュウさんにみーちゃんの鼻柔らかすぎて面白いって。ふにゃ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 。鼻の手術はいつするの。しないし。どうせみんな鼻の手術したら怒るでしょ。してない。してたらびっくりだでしょ。リュウさんはねじっとしてとか言ってきて、なんでって言ったら鼻触ってきて、おおおかーん、みーちゃんの鼻今日も柔らかいわーとか言って。多分骨ないです。鼻の骨ないからもう鼻低いし、ほら鼻のここしか骨ない。あ、ねもずさんこんにちは。尾上みずきと言います。フォローありがとうございます。よろしくお願いします。そうなんだよ。あ、そういえば、すごい私さ、すごいさ、すごいこすごいさ、私はツイッターを見てしまった。言っていいですか、皆さん。深刻な話があります。聞いてください。私は先日皆様に、あ、リュウさんめっちゃ鼻高くてシュッてしてる。皆様にですね、重大発表ということで。TIFF でデビュー2024というアイドルオーディションに参加しますっていうことをこの間重大発表をしたんですけど、そうなんです、最優秀賞みたいな優秀賞の方がいらっしゃって、もう優秀賞の方がいらっしゃるんですね。その方々が2名かな、2名もう合宿審査への切符をゲットした方らがいらっしゃるんですよ。もうすっごい可愛くて、もうすっごい可愛いの、びっくりしちゃった。めちゃくちゃ可愛い。もうなんかふえーって、もう可愛いと思って、もう可愛すぎてもうなんか不安になってきた。この先がもうどうしよう、不安だよ。あんな可愛い、あんな可愛い方が2人もいました。負けられんばい皆さん。おみちゃんも負けられん、負けられん。なんか審査、途中の審査みたいなのがあって、そう、私もはショールーム審査があるんだけど、ショールーム審査が一番もうやだ。皆さんぜひオーディション期間は応援よろしくお願いします。もう本当にお願いします。本当にお願いします。応援もうね、本当につっかみたいのよ今回のこのアイドルを、このアイドルグループオーディション。もう頑張り、応援します。ありがとうアーリンさん、嬉しい、本当にありがとうアーリンさん、応援します。そう、もうね、なんかちょっと不安やなっていう気持ちにもなってきましたね。その優秀賞の方見てると、かわいい。かわいいのよ。なのでちょっと私もね、気合いば入れんといけんと思えちゃけどさ、わからん、私には想像が全くできない。そうだよね、怖がったらそこで試合終了だって。そうだよ、ほんと諦めちゃダメですからね。ちょっとでも諦めちゃいけません。まだ上での誇りを持ってくる。よっしゃ、頑張るばい。
あ、お水木 FC66人、100人までもうちょっと配信でする企画と何か計画される。あのね、何個か計画中なんだけど、まあ、コスプレとあと実家に帰っとる間にちょっとお菓子作り配信をしたくて、お菓子作り配信やってみたいなと思ってるんだけど、うちね、キッチンが2つあるんですよ実家に。1個はお料理用のキッチンで、もう一つはお菓子作り用のキッチンがまた別であるんですよ、1階と2階で。2階のそのお菓子作りのキッチンを、キッチンというか工場みたいなとこがあるんだけど、そう、そこをちょっとおかんに連絡したのよ3日ぐらい前に。おかん、ちょっと配信で気合い入れて配信をしたいからちょっと工場貸してくれんって言ったら、汚い件片付けとくわって言ったで、私も登場するとか言って、馬の被り物があるんですよ、うち顔が見えない被り物、お面みたいな。で、あ、私出てもいいよとか言って私出てもいいよ、馬だけ持って帰ってきてねとか言ってきたんだけど、いや、ダメです、ダメです、そういうゲスト出演とか多分ダメだよね。だから作り方がわからんくなったら電話して、テレフォンで聞きたいと思います。そういう配信はやりたいなと思ってる。お菓子作り配信とかやりたいな。ちょっと気合い入れて頑張りたい。八軍ってなアリさん、ファイト、ありがとう。入賞が狭くなったのね。え、そうなの？そう、いや、なんか入賞が狭くなったとかではないみたいよ。その優秀賞の方々とはまた別みたいですよ。ナラブさん、ありがとう。アイスクリーム、アイス、アイス、ペロペロ、アイスありがとう、ナラブさん。キッチン配信して、こんばんは、かわいいココちゃん、こんにちは。お料理もね、やりたいです。あ、私のお料理配信やってみる？おゆずきの適当ガサツお料理配信、その名もお水キッチン、もかずキッチン的な、お水キッチン、お水キッチン やりたい。え、いいよ、お水キッチン。でもさ、まあ、ここでやればいいか。この一人暮らしの東京で、あれ持ってるよ、あのガスコンロは持ってるから、ガスコンロでやりますか。私の一番の得意料理、簡単にできるから、ワンタンスープですワンタンスープは意外とみんな作らない。意外となんかワンタンって買ってきたっていう方が多いんだけど、私はワンタンスープ一番得意で、包むのが好きなの。かわいい、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 かわいい。あ、そうだよ、お水キッチンはこうやってお湯の煮込み作ってください。それ一番難しい、いっちゃ難しい。カセットコンロって何？カセットコンロって言ったじゃん、私なんて言った？んじゃ、なんて言ったっけ。カップラーメンだってさ、そうだよ、ワンタンスープうまいよ。一回私が作り寄る間に一緒に作ってみて、同じように、私の配信と同じように、そして絶対美味しくできるけっていうのは嘘で、あれは全部目分量なんで私と一緒に配信を見ながら作るってことは絶対にできません。水入れて醤油もちょっと入れて、塩とウェイパー入れたらできます簡単すぎ、簡単すぎ。あ、
唐揚げ3キロやばー、もう揚げただけで胃もたれしちゃいそう。3キロはすごい、ありがとうございます。あ、67人嬉しい。愛情も入れますよ。愛情は背中からよいしょピュッって入れる。あ、ちょっと待って、ピュッ、愛情背中から入れるタイプです。取り出すタイプ。キュン。鶏ガラスープの素、鶏ガラスープは入れないよ私ウェイパーと塩だけでいけます。鶏ガラスープ入れてもいいね、確かに。あとは、うーん、え、指摘、マジ、おみちゃんの皮膚、私の皮膚は乾燥肌ですよ。乾燥肌から出てきたキュン、パサパサのパサパサのキュン、いかがって、キュンを入れないと美味しくなれ、美味しくなれっていう配信をしてみましょうか。それもありですね。企画配信もやりたいし、カラオケもやりたいし、お菓子もやりたいし、コスプレもやりたいし、いろいろ頑張りたいとは思っております。頑張るぞー、頑張るぞー、よし頑張るぞー、気合は十分入っております。負けないぞー。ななむさんありがとう。可愛かったな、過去形やし。ドーナツクイズ、あ、ドーナツさ何個食べれるかやってみるそんな夢のような企画やっていいんですか。え、やってみようよ。ダメダメ、え、やってみらん、見たくない、見たくないか、別に私はやりたいドーナツお、ドーナツ何個まで食べれるか、尾上瑞希はドーナツを何個食べれるか、どこやってみる。2時はいけるような、うん、まあポンデリング全部崩してあれを1個とするのであれば20個いける。3、4個はいけそうだな。6ぐらいいけんかな。あんぽ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 ん、あー6でも結構きついかも。私超小食なんですよ。ドーナツが一番好きだし、ドーナツのお水着、ドーナツといえばお水着、お水着といえばドーナツ、ミスドといえばお水着、お水着といえばなんだっけアイムドーナツっていうぐらいドーナツは好きなんだけど、あの私超小食で、もう見たらわかるじゃないですか。もうこの食の細さな顔してるやろ、してない、もう食の細さとこの腕の細さが比例してますもん。わかりますか、この腕の細さが食の細さです。食が細いんです、ちっちゃい時からね。だからもうどうしてもたくさんの量は食べきらんくて、って言うてもドーナツはね結構食べれたりはするんだけど、お寿司とドーナツは結構いけます。でも普段の食の細さは本当にもうピカイチ細い、本当にこの髪の毛より細いからね私の食は。なのでそんな食べれるかわからんけど、でもやりたいよね、ドーナツの食べ放題。あ、食べ放題じゃないどれだけ食べれるかっていう企画やったをやりたいし、いろいろなんか企画皆さんはぜひあったら教えてください。配信でやれる企画、それかこの星が1万いくまで配信終われまてん、ちょっと調子乗りすぎか、調子乗りすぎか、それは1万って結構だよね。1万いくまで、でも配信なんか制限ないとか言ってたもんな、配信時間の制限が全くないってさ、むずくない、なんとかするまで終われまてんとかいう企画も全然ありだよね。座って、あーやだやだ、座ってリフティング以外でお願いします。
そうやってリフティングリベンジはもう本当に泣いちゃうからね、私大号泣するから。回転寿司は一番多くて10 少な少ないやろ、10です。10食べたら半半半半半半、あ、10です、10です。これがもう、これが私の食のもう限界です、胃袋の限界です。10なの、めっちゃ細くない？無理だよ、食べきらん。そんな茶碗蒸しでも、茶碗蒸しも10プラス茶碗蒸しぐらい。もうかゆいかゆい、最近この真ん中この眉間、眉間がかゆくて、どうしよう、5個目ぐらいで不機嫌になる人可能性ある。どんぶり3杯しか卵ご飯食べれる、喧嘩売ってる私に。どんぶりなんか食べきらんし、1杯も。赤だるまさんこんにちは、フォローありがとうございます。ブラックオミですよ。あ、ボードに書く系もやりたい、ボードに書く系もやりたいですね。配信時間の制限ありそうやけどね、さすがに。なかったらなんかどうなんだろう、なかったらいろいろ難しくない？かわいい、ヨウさんありがとう。亀ぶち抜くまで終われません。いやー、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ配信にかけるやん、家壊す。何で毎回シミュレーションする？何？何で毎回シミュレーションする？シミュレーションせんと分からんやろ分からんやん、シミュレーションしちゃうやろ、しちゃうよ。分かりやすいじゃん、こう想像する、妄想やけん。私結構妄想得意やけん。何が分かるんだい？何が分かるの？10巻は食べれる気がする。シミュレーションでイエローカード、シミュレーションイエローカードだって。そんなバナナ。茶碗蒸しはなんかスルスルって食べれるやん、飲み物やん、あれは。こんばんは、明日の天気スタートです。そうだけん、もしかしたら予選スタートダッシュ予選みたいなのあるじゃん、スタートダッシュだけかも、もしかしたら。あ、10巻で5皿、私皿の数で言ってたから10皿はいける、10皿はいけますね。なんで20巻はいける。でも20巻で限界ですね。20巻カン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 。デザートもね、あんまいけんかな。デザートはアイスとかやったらいけるのかな。本当に細いのよ、食が。かわいい、ありがとうございます。ツイッター、インスタフォローしました。ありがとう、中村さん。ありがとう。ぜひ、ショールームをフォローしてください。皆さん、ショールームのフォロー、インスタグラム、ツイッター、TikTok やってます。フォローしてください。生まれはですね、LGSK、長崎でございます。出身は長崎です。じゃあ、長崎出身が疑わしいと思うけん。じゃあ、今から本気出すけん。よーい、スタート。出身は長崎っすね。ゴールデンウィークに帰るっちゃけど、長崎に帰るっちゃけど、みんなはゴールデンウィーク、あれ、ちょっとでもなんかちょっとなんかイントネーション違う、みんなは長崎帰るとね、長崎じゃない、みんなはふるさとに帰るとねって変じゃない帰るとね、どげんね難しい、ちょっと長崎弁なんかこうなんか誇張しようとすると難しいんですよ。あ、エルミツさんありがとう。えらい。あ、え、同じなの？え、長崎ですか？え、長崎いるの？どこね出身
あ、何席しか歌いますか。立ち囲む山みな青く打ち浸す潮の高々何だっけ、潮の高地うるわしや、うんふんふんふん、港長崎長崎我が長崎。着席っていうのが卒業式の一連でしたよね。ここがふるさといいなとか言ってちょっと染まりつつあるよね。やばい、長崎県して知ってる、それは知ってるよね。え、島原ですか。じゃがちゃん食べたい、じゃがちゃん食べたい。長崎めっちゃ可愛かった。だから STA の方、長崎の方、いらっしゃるの。浜田さん、知らんかった。もう私はSTU セリちゃんしかわからん。長崎、名前は尾上瑞希です。このまま本名です、本名でやっております。何の歌、長崎しかだって。北洋大の校歌なんで、そう、パセリちゃんです。皆さんぜひフォローよろしくお願いします。もうちょっとでフォロワー1000人なので、1000人に向けて頑張っているとこです。パセリとあるある面識、パセちゃんは何が見えるみたいですか。これの音めっちゃうるさい。本物知らないで合ってるから。ジャガちゃんって来た、ジャガちゃん作ったの、すごい。私より先にジャガちゃんに挑戦したんだね。ちょっとでもジャガちゃん一回食べてほしいな、本物の。せいちゃんって、尾崎って書いて、尾崎ちゃん、そうじゃ、そうじゃなかったっけな。こんばんは、かわいい。そう、美しい月で水木です。兄ちゃんって呼んでね。あ、結婚してありがとう、ズタボーさん。結婚して。あれ、結婚してだって。ピーナピヨちゃんの卒婚今日ですか。ピーナピヨちゃん、みーちゃん、はーい。エレナのパオパオ歌っていいよ。パオパオと嬉しくて走り出した道の前、買い物カゴに愛を詰めたママが笑う、ドゥルルルルルルル、エレナ、あ、違う、エレナ、ドゥルルルルルルルで、イントロもあるっちゃ。あー、終わっちゃった。ありがとう、アリさん。終わっちゃいました、ちょうど。ありがとうございます、アリさん。ちょうどイントロで終わっ、イントロじゃアウトロで終わったわ。そう、パオパオ、トモさんありがとう。欲しい。料理はね、結構好きですよ。なんか料理は得意とかじゃないんです、ただ好きで普通にやってるだけだから、別にそんなになんか得意料理とか聞かれても、うーん、普通にみんなが誰でも作れるやつってなっちゃう。けど手先は結構器用な自信はあるかもしれない。あんまお料理失敗したことない。エリナ来てみてください、ぜひ。でな、トゥルルルルルルル、こんばんは、カズニャン。トモさんもありがとう。小食だと食材余らない、めっちゃ余ります。なんで家族といる時しかあんま作らんね。最近は一人の時はもう本当にもうしょうもないご飯作ってる。本当に毎日朝はヨーグルトだし、あとはなんか芋蒸したりとか、おそうめん、あったかいおそうめん作って作る。てかもう茹でてぶっ込むだけじゃん。おそうめんとか、あとはなんかスープ、野菜スープとかポトフとかそういうのばっかですね、とかばっかりやね。カレーとかは全然食べない。カレーとか
なんかそういうのはまたカレーってあんま作らないな私、この家で太っちゃうからさ、カレーを作らんね。一番はやっぱあのあれですね、ポトフが多いですね。じゃがいも、人参、玉ねぎ、ウインナー、ブロッコリーとかを入れてコンソメスープ入れるだけのなんてポトフか、まあ、それプラス牛乳とチーズとかコンソメ入れてシチューみたいなクリームスープにしたり、クリームスープの時はなんかコーンとか入れたりもするかな。あとはじゃがいもじゃかぼちゃのそのままかぼちゃをそこにぶっ込んでかぼちゃスープにしたりとかしてる。いろいろアレンジして食べてますよ。芋虫は食わへん。ルームフォローしたよ、ありがとう。フォローありがとうございます。そうでしょう、もう戦時中のご飯みたいでしょう。健康的なんかな、普通になんか健康的っちゃ健康的やし、不健康っちゃ健康偏ってる気がする。あとはオートミールお茶漬けとかね、もう本当にダイエット食しかここでは食べてない。帰った時にいっぱいいろいろ作ったりして楽しんでます。カレーね、カレー無水カレーやってみたいんだよね。そうカレーはね、もう本当に食欲がね止まらなくなって、飲み物ですからね。ビアルマンさんありがとう、ハート。あやたかりさんも星ありがとうございます。グーグルさんもあ、メガマルさんもフォローありがとうございます。ナイスフォロー。もっと食べんとね。そう、今日の一日の食生活とかみんな聞いたらほんとぶったまぎちゃうと思いますよ。今日の私の食事は朝起きてバナナ1本で、お昼はちょっとお仕事今日あったから外に行ったんですね。それでお昼はガストに一人で行って、終わってからね、お仕事ガストでサラダとクラムチャウダースープとサラダだけ食べて、で帰ってきてこんくらいのヨーグルトにバナナとグラノーラみたいなのナッツとかが入ってるやつをちょっと入れて、バナナとブルーベリーを入れたヨーグルトだけです。それだけで足りちゃうんだよね。どうしよう、まただでもお腹空いてるよね。普通にグーグー言ってるからお腹空いてるんだろうけど、もういいかなって感じ今日。あとビタミン剤は毎晩飲んでますね。そう、食事で取れない気がして、ビタミンを取れない気がしてとかじゃなくて全然取れてないんで、ビタミンはちゃんと飲んでるけど、もう頼っちゃいますね。そういうこうなんていうっけそういうの頼っちゃう、そういうのに。さサブスクじゃなくてなんていうっけ、サプリメントに頼っちゃう。炒めたささみとカレー粉できた、めっちゃ美味しそう。ささみいいですよね。トマトもいい。あ、昨日の夜トマト食べたの。好きな食べ物は、好きな食べ物はね、本当にドーナツドーナツとお寿司が一番好きかな。ポップコーンを食べ、ありがとう4753、ありがポップコーン、パクポップコーンがはじけるように。カレーも好きですよ。カレーも好きだけど、もう太っちゃうから食べない。いい女風の食事、そうでしょ、本当にダイエッターって感じですよね。おたまげーだよねえ。画面によってなんだい、サプリメントでサプリメント、こ
好き、すごくキュート、大好き。え、マジで嬉しい。声褒められるのあんまないな、嬉しい。好きな食べ物、じゃがいもはどうして、じゃがいもすす好きですよ。じゃがいも好きやけど、じゃがいもってさ、カロリー高いけんさ、昔は無邪気に好きやったけど、最近はちょっと、なんであんなカロリー高いんやろじゃがいもってっていう、なんかちょっとじゃがいもカロリー高いけん好きやけど、なんか食べれんもん、気軽。無邪気しか勝たん。お笑いアイドル、いい、誰がそんなこと言いました。普通に清楚系アイドルです、間違いないでください誰ですか、お笑いアイドルとか言ってる人。清楚系アイドルでしょ。お寿司のネタは甘エビと、すごいってことかしてる、甘エビとサーモンとイカと、あとブリ、ブリブリブリが好き。ヘビロテ、おみちゃんの絵が爆発して、え、そうやったっけ、もう忘れちゃった、そうやったっけ。じゃがいも美術だから好きやったって、じゃがいもけど、もうカロリー高いけん、もうそんな、なんかさ食べれん。でもドーナツも一緒、カロリー高い。じゃが好きのくせに、じゃが好きだよ、悪いか、じゃが好きで。フライドポテトなんでカロリーは、ほんとだよ、あんなもう本当にもう私を太りに、太らせようとしてるよね。清楚系、清楚系ね、清楚狙ってるよ、狙ってるでしょ、どう見たってこんな可愛い、あざとい、あざとい猫ちゃんつけてんだから、こんな可愛い猫ちゃんつけてるのにさ、ほらあざといじゃん、こんな耳なんかつけて、ふーとか言っちゃった。炭水化物は、そうね、米、お米はね、一応今週は取らないようにしてます。もう長崎帰るから、どうせ帰ったら食べるんでしょ、お米だから、もう今のうちにって思って今は控えてるけど、普段はもう大好き、お米、お米大好きです。タヌキかアライグマだったなんで、こんなに可愛い猫ちゃん、こんばんは。あ、待って、もう1時間配信してた。私今日すごくね、あの朝早起きだったから、ちょっと寝よっかな、もう寝ていいですか。猫ちゃんは寝まーす。ん、なんて、お水着は中日の選手な、そうだよ、中日ハムでしょ、中日ハム、日本ハムでしょ。中日って何、中日って何さ、中日本ハムの選手ですよ私は。中日って何、中日本ハムですか、中日本ハムファイターズですか、何中日の選手って。あ、起きて10時だから、今日は6時に起きたんですよ、すごい。あー、奈良さん、ありがとう、星、あ、見てほら、星みたいでしょ、ここにこうしたらもうほぼ星。ありがとう、ナラムさん、ありがとうございます。星、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 ほら髪ぺちゃんこになっちゃったじゃん、ずっとフードかぶってるから。丸くなってお休み、そう、丸くなってお休みします。中部日本、あ、中部日本ってことはどこですかどこですか、中部日本で聞いたことない、私は、すいません、物知らずで、物知らずで申し訳ない。みずき、今日も可愛い、結婚してください。あ、今日は泣いてないの、今日は泣いてないな。中日ドラゴンズの選手がベイ禁止されてるって聞いたんで、何ですかベイって、ベイ、ベイブレード、ベイ、ベイ、ベイ、ビッ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 、分かんない、中部地方、分かんない野球のことは。こないだ覚えたんだけどな、日本ファイターズ、ハム、ハム、ハム、日本ハムファイターズ、日本ハムファイターズみたいなチームを教えてもらったばっかりですけど、
それかと思ったら中日本ハムかと思ってた。ハッチさんとか、そうそう、その変化、中部、中日。ほう、キーカさんほらありがとう。まあまあ野球の話はね、わからないです。ドジャースしかわかんない。大谷さんしかわかりません。大谷さんはドジャースです。やばくびでそう、やばい、本当に眠い、どうしよう、やばい、ランキングやめますね、眠くなってきちゃった。皆さん、尾上瑞希って言います。フォローよろしくお願いします。もうちょっとでフォロワーさんが1000人なので、よかったら皆さんフォローよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、TikTok もフォローしてください。じゃあね、無いのでランキング見ます。第13位タカリンさん、ありがとうございます。第6位12位第12位662BPM さん、ありがとうございます。第11位ふうみさん、ありがとうございます。第10位せたんかさん、ありがとうございます。第9位エレメンツさん、ありがとうございます。第8位ブリントさん、ありがとうございます。第7位みやこブルーさん、ありがとうございます。第6位いとしさん、ありがとうございます。第5位カルカンさん、ありがとうございます。第4位にーしーくん、ありがとうございます。第3位大輔さん、ありがとうございます。第2位アイさん、ありがとう、ありがとうございます。そして第1位はリリリルルルリ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 ン、ナーラブさんありがとうございます。ナーラブさん、たくさんありがとうございました。フォローも皆さんありがとうございます。ナーラブさんありがとう、たくさんありがとうございました。では皆さん、本日もお付き合いいただき誠にカブスハムニダースじゃあ皆さん、おやすみなさい。明日も元気に頑張りましょう。かゆい足が、明日も元気に頑張りましょう。それでは皆さん、良い週末を。